青山だ。あ、赤間です。守備よくやってます？よくも悪くもねえだろう。もうちょっとシャキッとナビしてくれよ。はいはい、指示出すけどいい？頼む。事情通と接触してください。橋で待ち合わせです。オッケー、ここから移動する。いいご身分だね、広域捜査官殿は。時間の感覚は人とは違うようだ。いきなり皮肉かよ。どうも、公安の青山捜査官です。まあ堅苦しいのは苦手なんで、ちょっとくらい許してよ。20分がちょっとって感覚が人とずれてるんだな。悪いね、根がラテン系なもんでさ。規律のない部署は肌には合わない。指揮所の原木警部補だ。事件解決の協力であれば全面協力する。公安が本気ならの話だがな。本気も本気じゃなきゃ特殊広域捜査は動かねえぜ。広域が動くなら協力は惜しまない。青山捜査官、私は外見で人は判断しない。本質的な内面は人の左半身に浮かび上がるものだ。さすが違法捜査ナンバーワンのデカさんだね。警部補の伝説は本庁で有名だ。なんでこっちに来たんだ？来た？ふざけるな。流されたんだ。方法を問わない捜査は嫌いじゃねえけど、組織は怖いね。解決することが俺の役目だ。方法は後の問題。こんな僻地に来ても捜査はできる。だからこれをあんたに託すんだよ。これは被験者のリストだ。被験？ちょっと待て、何の実験だ？化け物の正体は人ってことか？この町で何らかの実験が行われた。ニュータウンの住人の7割の世帯が関係者と言われている。サブリエレクトロニクスってな。企業だと？ああ、この町を牛耳り、ある種支配してる。まあ世界屈指の企業がちっぽけな町の財政を支える図式は何かと歪むぜ。ぐっちゃぐっちゃに。なんせ貢献度が違うんだ。警察だってサブリには頭が上がらない。ここの市民はサブリエレクトロニクスには足を向けて寝られないってことか。この実験の噂が広がってな。バカバカしい話だが、死んだ人間が悪霊となって徘徊してるとか。都市伝説扱いか、警部補。その噂まんざら嘘じゃねえぜ。は？その悪霊ってのは存在してんだよ。悪霊つより、どっちかっていうと化け物なんだけどよ。本気で言ってるのか？ああ、本気も本気よ。存在すんだよ化け物は。悪霊じゃなくてな。確かにこの町では何が起きてもおかしくはない。磁場が狂い、人間の生活は分離している。病んでるんだよ町が。その雰囲気は感じるぜ。企業が町を支配してるだけでも異常だ。だがここは東京の歪みが沈殿するポイントだ。異常か、化け物といい。何が異常かって、たとえ化け物が本当だとしても
ここの住人にはどっちでもいいことだ。真実は生きる上で邪魔なんだ。警部補は信じているのか？俺は解決することにしか興味がない。真実も事実も重要ではない。そっか、よくわかんねえけど、ま、事件は任せてくれよ。悪霊でも何でも俺様が退治してやるぜ。じゃあ早速頼むぞ。警察官にとって運も大事な能力だ。あんたいいデカだ。何が？そこの青年、あれが化け物なんだろ？聞いてくれよ、お払い箱だよ。会社なんて利用するだけ利用して捨てるんだ。貢献したんだぜ、マジで。体張ってさ、率先して会社の都合に合わせた結果がこれか？なあおい、どうしてくれるんだよ。おい、てめえら笑ってんじゃねえぞ。おら、叫んじゃねえよ。こんなことで人生終わりたくねえんだ。会社に捧げるだけの人生なんて絶対やだ。なあ、どう思うよ。なあ、そこで見てねえで助けてくれよ。どうなっちまった俺。なるほどな。実験に失敗した被験者が化け物。面白い話だ。嘘だろ、全然面白くねえよ。どうなってやがんだこれよ。じゃあここは任せる。よろしく頼むぞ。頼んだってよ、聞いてねえぞ。しゃあねえな、かかってこいや。化け物がまだ生きてやがる。どうなってんだ。赤間です。どう、倒しました？おい、こいつ死なねえぞ。どういうこと？火力不足とか？あ、そうか、青山さんには言ってなかったんすけど、その化け物翼種って言いまして、不死身なんすよ。翼種？ん、どういう字書くの？翼に右手左手の手と書いて翼種。翼の手って名前の化け物なのかこいつが。翼なんかどこにもねえぜ。ああ、多分出来損ないの翼種なんですわ。
だから翼がないんです。じゃあさ、抑止って誰が命名した？さあ、聞いてませんね、そこら辺の情報は。立派に名前があるってことはだ、それなりに認識されている存在なわけだ。どこぞの世界では通ってる名前なんだろう。赤間はどこで聞いたんだ？まあ、それなりに地上通などから。不死身ってことも事実としてお前が認知している、こりゃどういうことだ。超極秘のマジなオフレコ扱いなんですけど、ぶっちゃけ教えますわ。沖縄のお嬢さんだけが抑止を殺せるんです。すごいっしょ。なんで？さあ、詳しくは。なんだよそれ、わけわかんねえ仕事だな。まあいいや、深く考えても知らねえ。不死身の化け物だったらよ、もっと景気のいい武器持ってこいよ。すげえ破壊力のウェポンだ。最終兵器っぽい感じの調達してくれ。じゃあ手配しましょうかね。最初からすごい武器じゃパワーバランスってあるじゃないですか。こっちは命かけてんだ、くだらねえ配慮なんざいらねえんだよ。じゃあ署に回しときますよ。交通課の桃山さんが仲介しますんで、下手打たないように。交通課、まさかミニスカに決まってんじゃん。うひょよいひょよ、超上がった、モチベーションがギンギンに上がったぜ。そんじゃその勢いで頼みますよ。でもね、青山さん、この事件半端な気持ちで足突っ込むと死にますから。そんなことはおめえ以上に分かってんだよ。あの抑止って化け物と戦ったんだこっちは。赤間君、人間舐めちゃいけねえぜ。もちろん信じてますよ。